風の吹くまま、気の向くまま、何を見るかは才の目次第。映画枠との看板書って、歩いて見せます、キネマの天地。そう、奴の名は、ザ・シネマハスラー。 時刻は間もなく10時2分になろうかというところでございます。東京赤坂 TBS ラジオ第6スタジオから生放送でお送りしています。えー、ライムスタートマルのウィーケンのシャッフル。改めまして、こんばんは。パーソナリティの歌丸です。えー、ここから夜11時までの1時間は TBS ラジオキーステーションに MRO 北陸放送をネットしてお送りします。えー、ということで、えー、このコーナー、毎週サイコロを振って見に行く映画を決め、世界最高の食品会社、西原商会さんと、世界最高のシャツメーカー、 孫ンさんにスポンサーとされる私も現在孫ンさんのシャツ、えー、着用しております。世界最高の無差別映画評論家中、わかりません。目指しております。えー、無差別映画評論コーナなー雑誌でマスラーの時間です。今夜扱う映画はこちら。メリダと恐ろしの森。ディズニー・ピクサーの最新作、自由を愛する王女メリダは、えー、森で出会った魔女の力で自身を束縛しようとする母親をある者の,の姿に変えてしまう。えー、CG で描かれたスコットランドの風景が見物。監督は、 プリンスオブエジプトの、えー、ブレンダー・チャップマンと、まあ、共同監督で、えー、ジョン・カーターの脚本などを担当などなどしているマーク・アンドリュースさんということでございます。はい、えー、メリダと恐ろしの森、えー、ね、まあ、公開からしばらく時間も経っておりますが、まあ、ピクサー最新作、まあ、ね、ピクサー最新作は必ずね、 まあ見に行くでしょうという感じですけど、えー、メッセージの量自体、ええー、と、もうすでにこれを見たというリスナーの皆さんからのメール、えー、いただいております。ありがとうございます。えー、メッセージ全体の量はまあ普通という感じでしょうか。まあでも時間経ってる割にはね、うん、えとか、あの、正直日本ではちょっと工業収入、えー、工業成績ちょっと苦戦してるなんてもう聞く中ではまあ普通と。えー、で、メッセージの傾向なんですが、賛否、ほぼ五分五分。うん、えー CG よし。特に髪の毛と熊ちゃんの、熊ちゃんの表現、えー、よし。うん、テーマ選びよし。 え、母と娘の葛藤というテーマが斬新でよしというのがポジティブサイドの一件。え、一方。 主人公メリタに感情移入できなさすぎとか、えー、キャラがみんな薄すぎとか、えー、エピソードが普通すぎとか、全体的に脚本がずさんすぎなどなど、えー、ネガティブサイドなども、えー、意見も目立ちますと。えー、ダメだという人はピクサー史上ワーストとかね、えー、前作カーズ2よりはちょい上とか、そういう人が多いと。えー、同時上映の短編、月と少年、偽物バズがやってきたはどちらも評判がよろしい模様ということでございます。代表的なとこをご紹介させていただきましょう。えー、持山田持夫さん。 ええとですね、主張の強すぎるキャラクター設定、強烈すぎる赤毛くせ毛、海外の映画を見るときは字幕でと決めているのに近くの映画、映画館はどこも字幕版が早々に打ち切られ、えー、不本意にも吹き替えで見ることとなってしまったと。えー、で、ここでも AKB かと言いたくなるような話題作り感満載の吹き替えキャスト、えー、とかですね、まいろいろその不安要素がこの方いろいろあったんだけど、ディズニー風のお姫様のものをね、題材にしていいのかとか、いろいろ不安要素があったんですが、 でも、そんなの、ただの取り越し苦労、見始めてしまえば全然気にならない。えー、むしろ自然というね。えー、髪の毛のその表現技術とかも素晴らしいし、大島優子さんも余っていたと。うん、えー、少し派好きな明るい声色や、えー、海外ドラマや映画の吹き替え風、声優風な喋り方がメリダにぴったり、えー、ムカつく感じでとってもよかった。つってね。うん、えー、また従来のディズニー映画のような夢見るお姫様や、えー、姫三つ王子の話ではなく、母と娘の話、えー、娘三つ母の話であることにとても好感が持てましたと。はい、えー、で、あと熊が素晴らしい。 動きによる擬人描写。えー、それでいて獣、獣でもあり、えー、コミカルな動きや緩急の付け方など、描き方が素晴らしい。えー、あと、弟気味。ね、弟三人組ね、えー、三つ子ちゃんがいますけど、萌、うん、えというね。うん、ぬいぐるみ、ぬいぐるみっぽいぼんやりとしたキャラクター、期待を裏切らない登場の仕方など、えー、力の入れ方と抜き方が、えー、最高だと。さすがこの安定感。さすがピクサー。えー、こういうところが手堅いのは次の作品も楽しみに思える要因の一つです。というね。えー、この方はまあ良かったという本のメールでございます。一方、 ダメだったっていう方。えー、コバーンさん。これはひどい。どうしちゃったんだ、ピクサー。というのが正直な感想です。今年のワーストは、映画ホタルの光だと思っていたんですが、メリダはそれに次ぐひどさ。お、結構すごいな。<laughs> それは激烈ですね。えー、ピクサーという期待度を加味すれば、ホタルの光より問題かもしれない。間違いなくピクサー作品のワーストだと思います。カーズ2もがっかりでしたが、メ,メリダはもっと悪い。 ええと、ね。まあ、ピクサーに対して期待していたのにの、というのもあるんでしょう。ええー、で、まあ、とにかく、まあ、今回全然ダメ。ストーリーの語り方が薄い。ストーリーにアイデアがない。ええー、とかですね。ええー、まあ、いろいろ展開がですね、ええー、納得できないというのをね、いろいろこう、レイ していただいておりますどうしちゃったんだピクサーと CG は素晴らしいもちろん、えー、というねでもそのテクニックは無駄になっているお金も無駄っていう映画そのものがつまんないんだもんというね小晩さんの意見でございます、えー、一方ですね、えー、ちょっとこう用語的な感じで言うとジェンツーさんはですね、えー、まク、あ、マ描写要するにねあのあまり楽しめかっなたあまり楽しめなかった人もいるだろうというような、えー、と思える えー、その思えるくらいの欠点はあったと思いますと。キャラクターの魅力を最大限引き出すことができていない。えー、粋な振りや伏線の回収も少ないように感じました。いつものようなさすがピクサーというのはあまり感じませんでした。と言いながら、えー、熊の描写、キャラ作りは、 ディズニークラシックの短編アニメーション好きの私にはとてもドキドキしましたと。うん、えー、要するにこれはあの、熊の描写っていうのはディズニーのお家芸の一つなのではないかと。うん、えー、その伝統に、えー、の連なるあれで非常にこうよくできているのではないかと。はい。えー、というような評価の仕方をして、えー、されております。はい。ありがとうございます。えー、一方ですね、えー、っと、ラジオネームは母の娘さん、えー、のご意見は、私は全力でこの映画を擁護します。 傑作とは言い難いのだけど、女性心理を描いて見せたという点で、えー、ピクサー史上最も意欲的で挑戦的な作品だと思いますと。えー、で、要はその、えー、お母さんの描写がすごいと。 メリダの母親像は、ラプンツェル。あの、塔の上のラプンツェルね、ディズニー映画。あれも素晴らしかったですけどね。えー、絵、えー、のピクサーからの返答だと思います。えー、ラプンツェルは映画としてはとても好きなのですが、母親、これイ、イボーでしたけどね。えー、塔の最後の決着のあり方に関しては、それで本当にいいのかと輝い気持ちも感じていました。えー、で、まあ、その、個人的なお,お母様とのね、関係みたいのも、えー、含めながら、まあ、要するに、母とこの、えー、対立というかですね、えー、祖国の映画として、まあ、あの、非常に大事な映画になりましたということを母の娘さんおっしゃっております。まあ、そういうのもす。 大事じゃないでしょうか。えー、ありがとうございます。はい。皆さんメール本当にありがとうございます。さあ、ということでメリダと恐ろしの森、私も見てまいりました。えっ、ー、とね、えー、いろんなバージョンというかね、吹き替えとか字幕とか 3D とか 2D とかありますけど、えー、新宿ピカデリーで吹き替え 3D 見て、えっ、ー、と、その後バルトで字幕 2D を見てきた。っていうのは、 えっと、ピカデリーのその 3D の方式が、あの、いわゆる液晶シャッター方式、まあ、ネストリっていうね、えっ、ー、と、前のエクスパンドよりはちょっと明るくなってるんですけど、まあ、液晶シャッター方式で、やっぱ暗く感じるんですね。で、特に今回メリダは、あの、夜の森とか、夜の城の中とか、そういう暗めの場面が多いというのもあって、ちょっとこう、やっぱ見づらいなというふうにちょっと思ったのがあって、まあ、もう一回 2D で見たいなと。というのと、あと、 リップシンク。まあ、あの、アメリカのね、アニメーションはその、口とそのセリフをすごく厳密に合わせるのすごく毎回こだわってますけど、今回もそのリップシンクで特に唇のその動かし方、形までこだわったっていう、のはその、スコットランド生割り英語ですね。<ー>っていうのを聞いて、まあ、ちょっともう一回見直したかったっていうのがあるわけですね。まあ、当然そこは日本語版では、あの、再現しようがないところなので、はい。えー、でもちなみに、まあ、先ほどのメールでもありましたけど、あの、日本語版メリダの声を当て,ている大島優子さん、最初ナレーションがこう流れ出した時はちょっと一瞬、 あれちょっと滑舌悪いか、怪しいかなって思ったんですけど、基本的にはバッチリハマってたと思います。何の問題もない。達者だなって思いました。はい。えー、ということですね。で、ちなみに、 えー、スコットランドが舞台でね。まあ、例えばタータンチェックとか、あとバグパイプ音楽とか、そういう、ま、ディテールがこういっぱい出てくるっていうのが、なんか、あれ最近なんかシネマスターでなんかそういうのあった気がするんだけど、と思って、記憶たぐってみたら、えー、昨年やった、あの、熊野プーさんの同時上映の短編の、ネッシーの涙。って皆さん覚えてますかあ, <ー S 1> あれが、あ<ー>まあ、スコットランドネタっていうかね。う,う,うん、で、だったりしましたね、ということですね。はい。えー、ということで、ピクサー最新作。えー、現代はブレイブ。一言でね。まあ、要はその、カール G さんの空飛ぶ家。 が、まあ、あ現代がアップって、も一言と同じなように、まあ、あ現代は一言っていうパターンですかね。何がブレイブなのか、何、何が勇敢なのかっていうのは、まあ、劇中でこう明らかになっていくということかもしれませんけど、ええー、まあ、でもそのピクサー最新作って言った時に、おーっていう感じは正直、こういう方多いんじゃないでしょうかね。昨年8月にセーマハスラーでマスクラマしたカーズ2、あのー、基本的な水準はもちろん高いの前提です。基本的な水準は他のいろんな様々な、ね、 えー、娯楽作と比べたらそれはもう未だにもうぶっち切り高いんですけど、高い前提ですよ。高い前提なんだけど、やっぱカール、カーズ2あたりで、ピクサーなら毎回間違いなく名作級みたいな、うん、えー、特にやっぱりあの、このシネマハスラで言うと、うん、ウォーリー、カール爺さん、トイストーリー3と、まあ超ド級のもう、うん、えー、作品が続いてですね、まあピクサー怖いなんて言ってましたね。うん、ピクサー怖いなんてっ、うん、そういうこう絶対的な信頼感みたいな、 のはちょっとカーズ2で解けましたね。やっぱピクサーといえど、そんなに上昇はできないかな、みたいなね。はい。で、まあ、正直今回のメリーだとた恐ろしの森も予告を見た時点で、うん、なんか今回あんまり正直そそられないな、みたいに、まあ僕も思いましたね。ちなみに当初、あの予告でこう公開されてた映像は実際の本編には全く使われてませんでしたね、あれね。はい。ーえー、というね。で、まあアメリカ本学では実はあの手堅くヒットしてるみたいなんですけど、やっぱり。 日本ではピクサーとしてはやっぱりちょっと一番こけちゃった。史上一番こけちゃったみたいなことになってるのもわかる気がする。まあ、あのー、中世が舞台で勇敢なお姫さんが出てきてっていうのはなんかこう、ね、どっかで聞いた話みたいに感じられちゃう特に、さっきも言ったように今回非常に大きなウェイトを占める、なんていうんですかね、スコットランド的ディテールっていうんですかね、そこの味わいの部分があんまりピント、まあ、やっぱ来づらい日本の、我々日本の観客にはやっぱり、 なんかありがちな話っぽく見えるんだけどみたいに、やっぱそこだけ際立っちゃったっていうのはあるかもしんない。あとその、やっぱり予告を見るなにですね、なんかもののけ姫の子玉みたいななんかのが出てくるしってそこもさらになんか、なんか見たような話に見えちゃうっていうのをさらに日本の観客には強めてたかもしんないですね。まあ、実際その、 あの出てくる、ま、鬼火っていうね、あれは、あの、もののけ姫の小玉と実際役割的にもちょっと似てるんですけどね。はい。えー、あとま、単純にこの時期の競合相手が強かったってのもあるでしょうね。それこそアニメだったらね、ま、狼子供っていう協力なのがあったりしてるわけでね。はい。で、えー、ということだと思います。あとですね。 これちょっと事前の情報として、あのー、だからダメだってわけつまり、ピクサー作品では他の作品でも全然珍しくないことなので、これがあるから作品がダメだったというわけでは決してないんですが、一応情報として言っておけば、途中で、えー、監督交代劇がありましたね、これね。はい。えー、どちらもまあ、現在は、あの、要するに二人とも監督としてクレジットされてるわけですけど、えー、原案から立ち上げたのはブレンダチャップマンさんという女性で、まあ、プリンス・オブ・エジプトっていう、まあ、ドリームワークス98年の、まあ、要はあの、モーゼの話ですね、旧約聖書の。 えー、モーゼの話のあの、あれを監督した人ですね。この人、その要は、プリンスオブエジプトがアメリカのメジャー映画会社の長編アニメ監督としては初の女性の起用ということみたいです。で、今回のメリダも、ピクサー初の女性ね、主役っていうだけでなく、女性監督っていうことも売りになるはずだったのが、っていうことですね。で、加えて言うならば、 この今回のその物語の根本の根幹の部分をなしているそのさっき言った母と娘のぶつかり合いっていうそのテーマ自体が彼女の個人的体験要するにその自ご自分の娘さんとの関係から生まれたものなわけですよだから結局ねそのそのチャップマンさんの言葉を借りれば想像上のちょっと意見の相違があってっていうような言葉言ってますけどそれでまあ降板させられちゃうわけですけど本来だって自分の娘から発想して作った自分のもの以外何もでものでない話を 手放さざるを得ないっていうのがね、ちょっとどういう心中どうなのかってちょっと察するとね、えー、かわいそうだなと思ったりしますけど。 えー、ただ、まあ、ま、あピクサーでこういうことはよくある。あの、途中で監督が入れ替わったりするのは結構、今までも多いんです。あの、レミーの美味しいレストランとかもそうです。まあ、あていうか、ピクサーだけじゃなくて、あのー、対策映画結構あることですけど、はい。えー、でね、このね、監督交代劇が報じられたのが、えっと、昨年の5月、5月ですから、えーあ、確かにあんまり時間はなかったのかもしれないですからね、ひょっとしたらね。で、引き継いだのはマーク・アンドリュースさんという人で、この人、まあ、長編は初めてなんですけど、えー、っと、我々が見てる中で言うと、カーズ、 一作目のカーズの同時上映の短編でワンマンバンドっていうの。あの、女の子は広場みたいなところで女の子がいて、で、両脇にその、要はいろんな楽器を鳴らす、うん、えー、ワンマンバンドの二人がいて、それがこう、いろいろこう、女の子の気を引こうとして競い合うみたいな短編あったのを覚えてらっしゃる方もいるんじゃないかと。あれを、あれの、まあ共同監督された方。えー、で、まあ、ピクサーのストーリー部門でずっと要するに、え、いられた方で、まあ、立場的にはそれこそ三宅隆太さんみたいね、うん、あのー、 スクリプトドクターじゃないですけど、行き詰まったストーリーをなんかこう助言していったり、こうストーリーをこう構築していくのを手伝うような部門にいて、それだけじゃなくて、いろんな、例えば実写映画のストーリーボード担当とか、スパイダーマンとか、まあそんなんでいろんなのでまあ活躍されてる方、ブラッドバードの一番弟子的な人らしいですけどね。<ー>はい。えー、というね。まあでもそのマイク、えー、と、マーク・アンドリューさんが受け継いで完成させたと。でね、まあそういうなんかこう、よう曲折があったっぽいんですけど、確かに実際この出来上がったものを見てみると、 予告の時点でこう皆さんがもう僕も含めて想像してたのとやっぱちょっと違う、ちょっと変わったバランスの作品ですよね。あ、なんか思ってたのと違うな、みたいな。えー、まあ、例えばですね、いろいろ魅力的なサブキャラクターいっぱい出てくるんですけど、基本的にはその娘、その主人公メリダムっていう娘と、えー、エリノア王妃っていう、まあ、お母さん、この母と娘、まあ親、親子のこの二人の相国って、この二人だけにほぼ焦点が絞られた話なんですよね。 二人だけの話、ほとんど。ええー、で、僕、その最初に一回目見たときは、お母さんが、中盤でああいうことになるって話って知らないでま、見たので、結構、例えばそのシーツがこう、し、うごめいてて、うー、うー、つってて、で、そのシーツがむくむくって大きくなって、わって落ちたらっていうのに、結構マジでビビったっていうか、<laughs> おーっていう、おー大ことやないかーっていう。 大変なことやないか、これはっていうね。あの、ちょっとそこは本当にびっくりしたし、あの辺のちょっと怖い感じの描写なんかね、あの光の表現とかも相まって、非常によくできた,たと思いますけど、えー、まあ、とにかく母と子だけに焦点が絞られた話なので、なので、そのため、話が終わってみると、 なんか意外とこじんまりした話だねっていうかあんまりスケール感のない話だったよねっていう風に感じられるのも事実だと思いますよね。例えばねこれねあのー、主人公のその要するにメリダまあ姫ですけどまあ、姫のその要するに、えー、まあ普通だったら今までだったら誰かイケメンとのその恋愛みたいな結局ねいろいろあるけど結構強い女のキャラクターでもまあでも恋愛は入ってくる。 わけだったじゃないですか、そのディズニーにらったりすると。まあ、そこに着地はしないぞと。絶対にそういうありがちな着地はしないぞっていう意志が、まあ、ある種強く現れすぎた結果ですね。うん、あの、男性キャラクターは基本的に背景止まりなんですよね、どれも。物語的なその解決というか推進に関しては、もう全員役立たずばっかりになっちゃってるわけですよ。これはだからその絶対男に役割を見直せまいっていう意志が強すぎたせいだと思うんだけど。で、例えばですね、これ別に、 あの恋愛に落とし込まな例えばあのお姫様の無垢候補ってうのが出てこれから3人出てきて三、まあ、者三様のボンクラなわけですよ、うんまあ、そのボンクラっぷりとかは非常に魅力的なんですよ魅力的なキャラクターなのでせっかくそういうの出してるんだから例えばクライマックスねこのクライマックスシーン自体はまあちょっとね今日はネタバレできるだけしないようにいきますけどあのまあちょっと一種怪獣バトル風で上がる弁もあるんだけどそのクライマックスのわーって対決で例えばね封建的な男女関係じゃない 例えばその、えー、男が強くてお力の面は男が担うとかそういう関係じゃない対等なチームプレーでこの3人のボンクラもちゃんと役に立つメリダとちゃんと連携プレーするで要は少なくとも対等な友情はそれこそ成り立つっていう見せ方とかをした方がそれこそさメリダはが最終的にねこの後立派な、まあ、姫から王妃になっていずれは要するに誰かとは結婚するわけじゃないですか。 メリダとはいえ、つまりそういう将来的な成長みたいなものがそれによってさらに具体的に実感できるように要するにちゃんとあの男ともうまくやっていけるみたいなうん従属しなくてもうまくやっていけるんだみたいなのも示すようなねでなんかそういうストーリーの組み立て方もあったんじゃないのかなこんなせっかく魅力的なキャラクター出してんのにとかですねあるいは同じく男性キャラ えー、非常に大きな役です。あの、王様ね。お父さんですよ。ファーガスファーガスを。これも非常に魅力的なキャラクターなんですよね。うん、なんだけど、まあ、えー、背景にこう、知り添えちゃってる。要するにさ、オープニング、その、この王様から、主人公メリディアが弓を、幼いメリディアが弓をプレゼントさせるってところがわざわざオープニング持ってきてるわけですね。これさぞかし、この弓の剣、ね、弓を渡された剣っていうのが、これ前編を貫くね、あれなんだろうなと思ってると、後半あんまり、 弓の使い手としてのメリダっていうのは、あんまり活躍しなくなっちゃうんですよね。うん、なんか、あんまり弓が出てこなくなっちゃうと。えー、つまり、お父さんから継承した部分、まあ、せっかくオープニングまで置いてるっていうね、そこの部分っていうのはあんまり活躍しなくなってきちゃうとか、で、もったいないなと。これもやっぱさっきのね、お婿さん候補のあれと同じで、例えばクライマックス、その、例えば父と娘が弓を通して何らかの連携プレイを取るなど、 え、することで、えー、その部分もやっぱりその要は、弓って、弓というのを通して、まあお父さんをこういう強さを受け継いでいるとかっていうところが、ストーリー上で有機的に機能を教えたんじゃないのかって、そこも全然してないわけですね。うん。ということ、そういうふうについつい思えてしまうような、ストーリー上の余地がものすごくあるんですよ。うん。っていうことは確かだと思います。ただまあね、それはそれとして、受け取り方として、例えば現状の完成品が実際そうであるように、まあ、 こじんまりした商品なんだと、小さい品と書いて。えー、そういうものとして受け入れるなら、こういう味わいもなしではない。もともと小さい作品なんだっていうふうに思えば、また感じ方も違うのかなっていう気はするんですが。でですね、その、さっき、今まで言ってきたように、まあお話としては非常にシンプル。まあ言っちゃえばちょっと小さい、こじんまりしがちなお話なんですけど、そこに、まあ、なんていうんですかね、肉付け、豊かな肉付けみたいなものを足してるのは今回は、まあ プロダクションデザインとか美術とかそういう、あとはその CG としてのその実は驚異的な技術的達成みたいな、そういうまあ、要は絵的なニュアンス、クオリティの部分じゃないかっていうことですね。これ、その要は非言語的、純アニメ的なニュアンス、技術的達成にこそ、豊かな物語を込めようとしてるっていう意味では、意味ではですよ。あのー、この間シネマハスラーで先々週ですか扱った狼子供と通じる点もないと言えなくもないことも言えなくもないぐらいの。<laughs> 感じじゃないかと思うんですけど、で、今回その意味で最大。 作品上の最大の貢献者はやっぱプロダクションデザイナー、このスティーブ・ピルチャーさんだと思います。2005年の時点のそのアイデア立ち上げからずーっとこう関わってる。2005年からやってるんですよ、皆さん。7年間作ってるんですから。で、えー、の功績が非常に大きかったのかなって、その功績が非常に実感できる、えー、ものとして、映画本編よりもね、この、えっと、本が出てて、G. <laughs> ーアート・オブ・メリダと恐ろしの森。毎回映画の、ピクサーだとこの、えっ、ー、と、特馬書店からですね、あの、出てるんですけど、こう、要するにそのイメージ、 イメージ画とかですね。ストーリーボードとかそういう、あとキャラクターがこう、いろいろこう、デザインでだんだんこう、洗練されていく様みたいなのが全部こうの、載ってるこう、本が出てるんですけど、これのね、このスティーブ・ピルチャーさんの書いたそのイメージ画が、まあ素晴らしいのなんのっていうね、もう一枚一枚うっとりするような、えー、出来だし、これを見てるとね、すごく面白そうな映画に <laughs>、感じられてくるっていうね、はい。 だから、ポテンシャルは持ってるな、たんだろうなって感じやっぱするんですよね。はい。ぜひちょっとこの本ね、あの、本屋にあると思うんで見ていただきたいんですけどね。あるいはですね、その、例えばその背景で言うと、苔とか岩とかそういうまあ自然の描写、うん、あるいは、 服ですね服なんか今回ものすごい複雑な、あのー、作りになってたりね切、まあ、るとさこう,さこう着たりとかいろいろ布を重ねたような描写とか衣服とかあるいは紙ですよねこのメリダというキャラクター非常に重要な赤毛こうしかもこうカールしてわーっと広がってこれ何,が何で重要かっていうと要するに彼女というキャラクターの収まりきれれなない情熱パワーの象徴なわけですよねそれをお母さんはこう押し込めようとするという描写が分かりやすくありましたけど、うん、彼女というのがわーっともう広がってっちゃうっていうその情熱の表れなのでこれはもうすごく大事な わけですね描くのは大変なんだけど大事まあ、そういう CG によるまあ言っちゃえば質感の描写ですよね質感、えー、ははっきり言って間違いなく現状で言えば史上最高峰レベルですよねこれねあの CG 映画ってのここまで来たのかってやっぱ簡単せざるを得ない、えー、でそういうその何て言うのか質感だったりとか絵的な豊かさみたいなその味わいがそのシンプルな悪い言い方をすればこじんまりした物語にあんまり広がっていかない あの、物語の作りに、まあ、厚みを与えてるっていう、えー、ことじゃないでしょうかね。で、それは間違いなく今の技術あってこそ語り得たものであるので、これはやっぱりその、えちょっと前だったらできなかった話だっていうことは間違いないんじゃないでしょうか。そういうとこはやっぱ評価しないといけないと思うわけです。はい。えー、同様にですね、まあ、例えばキャラクターの表現とかも、まあさ、みんなもちょっと思い返していただきたいんですけど、 いつの間にかね、CG の人間キャラ、主演キャラが当たり前みたいな気がしちゃってること自体が驚くべきことでちょっと前まで人間がメインっていうのは結構ご法度だったわけですから、CG で。要するに不自然に見えちゃうっていうね。で、 で、CGCG CG って言ってね、皆さんね、その誤解しがちですけど、別にコンピューターが勝手に書いてくれるわけでも何でもなくて、結局は人間が書いて動かしてるもんですから、やっぱり技量とかセンスの差が出るわけで、やっぱそういう達成みたいなものは、そのお話として面白くないかどうかは別として評価しないといけませんよっていう気がします。はい。えー、でね、あとね、まあ、これはもうほんと見た人誰もが、ここは認めざるを得ないとかと思いますけど、やっぱその熊ですよね。熊描写先ほどメールでもいただきました。要はですね、 内面は人間の熊が人間性とその熊性、野生の中で、間で揺れ動いてるっていう、要は非常に外側から見ると微妙かつね、表すのが難しいニュアンスを演技と演出だけで、例えばちょっとした仕草とか動き方の違いとか、あるいはあれですね、やっぱ目、目の見せ方とかで演技と演出だけで表現しきってるっていう、これやっぱ非常に高度なの間違いないですよね。で、まあそのね、熊の メインとなる熊の絶妙なバランスですよ。もう、うわぁ、すごいなよくこんな微細な表現ができるっていう絶妙なバランスとね、あのー、後半で三つ子ちゃんがですね、変身したあれ <laughs> あの、リアリティラインが全然違うじゃねえかっていう突っ込みももちろん成り立つんですよ。そういう突っ込みは全然成り立つんだけど、ただそれはね、おそらく意図的なものだと思うんですあの、要は、やっぱり、 母と娘の関係性以外は、あくまで、要するに、背景、後継化するっていう、その、意図的な作りだと思うんですよね。もうこの二人でに、話し絞ろうよっていう。実際その、監督交代劇のベースは、要するに、ストーリーデベルプメントでもう、要するに、ぐちゃぐちゃになっちゃって、もう話がもうどんどん進まなくなっちゃったっていうのも元らしいんで、思い切ってシンプルにしようっていう意図は、間違いなくあったんじゃないかと思われます。で、そういうことは、まあ、置いといて、そこはまあ、意図なんだからいいじゃないか。置いといてもですね、でも、 それは置いといてもちょっと飲み込みづらい脚本上の展開がいつもより多めなのは間違いないと思います。それもはっきり言って。えー、最大級に引っかかるのはこれ誰もが引っかかるところじゃないですかね。あのー、その、まあ、王妃、お母さん非常に厳しい厳格なお母さんだったわけですね。それが、まあ、最初はメリダとメリダをこう、要するに古い伝統に押し込めようとしている。それが、まあ、えいろんなことがありまして、最終的に主人公メリダに自由に選択する人生を認めてあげるっていう姿勢に変わるわけですけど、その変わる、 るのがどうしたってこれ唐突に見えちゃいますよねえいつの間にそこまで心変わりしたのって思わざるを得ないですよね。うん、ということですよ。でそこまでくまであんまセリフもないからってのもあるんだけどね。でね、確かに、あのー、そのテーマとしては、例えばその母と娘のね、その、えー、相っていうのは、先ほどメールでもあったように、非常に、あのー、興味深いテーマです。母親が娘をコントロールしようとする件っていうのは、まあ、子供向けとか、それこそ、えっ、ー、と、以前やった、あのー、レイチェルの結婚、うん、ね、 なんかもそういうようなね、のがベースにあったりしましたよね。でも、非常に興味深いテーマなのになんかその、急に心がすごいあっさりご都合主義的に心がかりしたように、少しとも映画内では見えてしまうと。で、確かにその手前で、ちょっとこっから微妙にネタバレ的なところが入ってきたらごめんなさいよっていう感じがしますけどね。ネタバレしましょうネタバレしましょうあの、熊になっちゃったお母さんと、例えばメリダが、えー、川で、えー、魚を取るシーンっていうのがありますよね。その手前で、そこでね、確かに分かりますよ、描写として。 女王のね、それまで熊なのに女王の冠を捨てないんですね、お母様。それを、魚取るのに一旦岩の上に女王の冠を置く。つまりこれはどういうことかっていうと、王妃という公の立場を離れて、一、母親、もしくは一、その、生き物として、え、娘と触れ合い。で、例えばそういう場では、そのメリダの方がですね、自然の中では、むしろ教える立場である。 むしろメリダの方がものを分かってる立場であるんだなぁとか、あるいは自らも本能に身を任せるという体験をすることで、まあその伝統に縛られない自由の価値をそこで知ったんだっていうようなことを説明は可能です。確かにね。ただ、どうですかね少なくともこの出来上がった映画内の描写で僕が今ここまで言ったことを全部組み取れますかっていうね。で、俺はそれはそこまでの描写にはなってないと思うんですね。正直言って、はっきり、かなり組み取りました。忖度しました。はい。で、 それどころかね、むしろこのシーンは、その、例えば、えー、魚をこう取ってる、非常にその音楽とかも含めて明らかに楽しげな、うん、えー、その、えー、アンドリュースさんね、監督のアンドリュースさんのインタビューとか見ても、非常に多幸感に溢れたシーンとして描いたって、言ってるんですけど、うん、言ってるんですけど、でもね、 楽しければ楽しくやってるほど、見てる観客はどう思うかっていうと、え、でもさ、熊として魚取るのが上手くなるってことは、イコールお母さんがどんどん熊化するってことじゃねえのみたいな。で、実際その後そうなっちゃうわけじゃないですか。っていうことも心配になっちゃうし、あと、その手前のところで、タイムリミット、要するに魔法が解けるタイムリミットも示されてるし、そのタイムリミットまでに謎を解けようという、その謎解きの鍵もその手前で示されてるんですよね。なのになんかのんきに、うん 魚は取ってるわ、取れば取るほど熊っぽく見えてくるわ。どん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 見てる側は,は楽しければ楽しいほど不安になってきちゃいませんあの場面って。つまりどういうことかというと、どういう気持ちで見れてんだこれっていう。この場面は、どういう気持ちになればいいんだよっていう場面になっちゃってると思うんですよ。だからはっきり言って作り手のその意図はあんまりうまく伝わってない場面になっちゃってると思いますよ。ここは。えーで、 まあ、とにかくね、その、母と娘の相庫の話なんだけど、お母さんの方の変化のポイントっていうのは、やっぱり、少なくとも映画で見る上では、ちょっとやっぱ唐突すぎて、結果的に、ご都合主義に見えてしまうことで、えー、クライマックス。ね、その要は、メリダの方も、ま、変化、成長するわけですけど、そのポイントも、要はさ、わかるんですよ、これも。最初の方ではメリダは人のせいにばっかしてるわけです。私のせいじゃない、私のせいじゃないよ、ばっかり言ってたのが、自分の非を認めると。 えー、で、その、素直に愛情を吐露する。まあ、これはわかるけど、やっぱその手前のお母さんのあの変化があまりにも、こう、安易に見えてしまうので、なんだ、謝りゃいいの みたいな風に、うん、そっちもなんか軽く見えちゃうっていうことになってるんじゃないでしょうか。あとですね、唐突といえばですね、序盤、あのー、本当に序盤中の序盤ですね。あのー、普段はそのお母さんにあれしなさい、これしなさい。まあ、そのままにとか面白かったですけどね。うん、あのー、寛容でありなさいって後ろで鳥をドンって締めてるみたいなね。うん、そういうのが面白かったけど、うん、あのー、序盤でね、メリダが普段はおしっこお母さんにこう、すごくしつけられてうるさいなと思ってんだけど、えー、自由を謳歌してるっていうシーンがありますよね。あそこでね、例えば特に、 崖をよじ登って、なんかその、滝の水を飲むみたいなシーンありますよね。で、そのシーンね、後からね、それが要するになかなか、その男でもなかなか達成できない荒行だと、えー、っていうことは後から説明されますけどね。しかもそれも割とあっさりセリフで説明されちゃうけど、その自由をおかしいんではなんだかわかんないから、うん、なんかこう、確かに何か雄大なね、何か雄大で何かこう自由な喜ばしいことが起こってるっぽいけど、うん んなんか、関係ないかなみたいな、ふうに、あの段階では見えちゃいますよね。つまり、平たく言えば、やっぱ、ちょっと説明不足ですよね、なんぼなんでもね。はい。えー、あとね、もったいないなと思うのはですね、途中、あの、すごく、あの、いいなと思う僕、セリフがあって、要は、あの、伝統でしょ、そんなのっていう。 バカにするような態度に対していや伝統っていうのは教訓が詰まってる学ぶべき教訓が詰まっているんだよっていうこれ要するにフィクションとか物語の意義っていうのを端的に説明した素晴らしい僕セリフだと思うんですよあいいなと思ったんですけどえー、だからねこれねあの締めのナレーションも締めのナレーションねなんか運命は自分でね切り開くものだなんてありがちなんじゃなくてさ超ありがちじゃないですかそれしかもどうですかねメリダと恐ろしの森最後まで見た人メリダが自分で力ずくで運命を切り開いた話に見えます この人単に運命にどっちかっていうと導かれて結果許されたっていう話ですよねなん,かなんかそういう話じゃなかったんじゃないのかなって思うようなものすごいなんかありがちなナレーションになっちゃってるで、えー、あんまりハマってもいないと思うんで現状はそんなんじゃなくてね例えばその話を語り終わったメリダのナレーションで「えー、これはただのね伝説だと思う?」っつってねでもその伝説には教訓が。 あるのよって締めれば、うん、そういうちょっとメタ的な締め方をした方が、メタフィクション的な締め方をした方が、ピクサー初の時代物っていう意義がより際立ったんじゃないですかね。うん、時代物っていうのはそういう意義があるんだよっていうような。うん、ねえ、こっちの方がよくね <laughs> 入りましょうか、僕。<laughs> ピクサー入りましょうか、これね。っていうようなね。はい。えー、感じになっちゃってたかな、というふうには思います。はい。ちょっと時間も来ましたんでね。あのー、今回どうしてもちょっとね、あのー、触れときたいのは、同時上映短編。毎回お馴染みのね、定番の同時上映短編。えー、今回あの、トイストーリートゥーンズ、えー、要するにトイストーリーのスピンオフ企画第2弾。ね。えー、で、えー、偽物バズがやってきたというのがまずありますと。 で、あのー、ストーリー自体がこれね、あの、僕、その、トイストーリーのスピンオフ、要するにトイストーリー3であんなに綺麗に終わったのに、スピンオフとか、正直嫌だなって前のね、えー、あの、ハワイに、うん、えー、ハワイ旅行に行ったふりをするやつで、ちょっと嫌だな、みたいなこと言いましたけど、これはね、正直、 正直僕はかなり良かったと思います。うん、トイストーリーファンとしても。なぜなら、ね、えっ、ー、と、ストーリー自体がトイストーリーシリーズ全体に、えっ、ー、と、通じる基本骨格の短縮版、超短縮版っていうかパロディなんですよ。つまり、あの、置いてかれちゃった。 で、どうしようっていうのの、もう、あの、あまりにもそれがあっさり解決するから、それのパロディーになっちゃってるわけだけど、そういう、えー、構造もいいし、で、今回のポイントとしてはですね、要は、あの、トイストーリーのずっと、それも根幹テーマですね、つまり、おもちゃの負の側面というか、捨てられていく存在っていう負の側面の、ある種その中でも一種底辺 <laughs> かっていうような、あの、ファストフードのキャンペーンおまけたちによる、まあ、要は、あの、集団セラピーのパロディですよね。はい、あの、アルチューとかさ、そういうやつのさ、パロディえー、で、このね、そのファストフードのキャンペーンおまけたちが、次から次へと出てくるのが、もう、次から次へと、一回にも、 あ,あ、子供に人気出なさそう、<laughs> みたいな。<laughs> なんか牛肉がロボに変身するやつとかさ、うん。あとそのあの、あれだよね、あの、人体模型みたいなやつがさ、こんなの見ながらハンバーガー食いたいと思うかみたいな。<laughs> 逆ギレしてたりとか最高。あと、あの、ウィザードリザード、あの、魔法使いトカゲみたいなのがさ、はい、あの、本物のバズとこう絡んでさ、うん 可愛い,いんだ、こうやって、こう、はい、じゃあ捨てられて、バタンと落とされて、で、その倒れた格好のまま、こう、口がパパして、あー、あーってこう言ってた。かわいいんだダメ可愛い,いんですよ、むちゃくちゃこいつらが。はい。あの、その、まあ、なんていうか、そのキャラたちの、ダメっぷりと毒っ気と可愛さとか、もうたまんないし。で、これ監督のアンガス・マクレーンさんがですね、えー、今はシネマハスラーで触れた中で、あ、 直接では触れてないか。ちなみに、単行本で触れたけど、あの、ウォーリーのスピンオフで、バーニーっていう、うん、えー、溶接ロボですかね。うん、で、あのウ、ウォーリー本編の、実は、実はその時こんなことが起こってたんですよっていうスピンオフの、えー、バーニーっていう短編が、これ DVD とか、えー、ブルーレイにも入ってますけど、これぜひね、これ大傑作なんですけどね、の人なんだけど、この人、今回も、要はその、バーニーと全く同じある種資質、つまりこの人ね、こういうことだと思います。 最小限の動きで最大限に笑わせる名人ですね。ちょっと動くだけでこんなにおかしいかっていうね。前回もバーニーなんかもうさ、なんていうのただ機械同士が向かい合ってんのに完全に怒られているっていうの表現しきってた名人なんですけど、今回もね。 でも、例えばドヒってね、スクラッチ音、<laughs> ドヒだけでこんだけ笑えるかっていうね、あの、アンガス・マークレーンさん、さすが、手だらじゃないでしょうか、素晴らしかったと思います。あとですね、もう一本、えー、月と少年っていうね、うん、これはもう、もう文句なしです敵な短編、まあ、もう毎回ピクサーは素晴らしいね、短編ね。うん、えー、エンリコ・カザロッサさんっていうね、この人も、完全にイタリアの人らしく名前が入っても、うん、えーえー、まあ、 なん,ていうんですかねトーンとしては完全にあのニューシネマンパラダイス調でしょうね。ニューシネマンパラダイス調って言っていいでしょう。まあノスタルジックな感じ。おじいさんとお父さんがいて家業をこう。うん 手伝うと、受け継ぐと。お父さんのあの感じは曇り時々ミートボールのあのお父さんの感じそっくりでしたけどね。ま、あの、ネタバレは避けつつ言いますけど、非常にもう、もう素敵としか言いようがない、はい、短編でございましたということでございます。で、この2本が今回ね、短編が非常に出来が両方とも良かったので、まあ、ああの、さっきから僕がメリダに貸して言ってる微妙なテンション、<laughs> ちょっと救われたかなっていう。ただね、この微妙なテンションになるところをちょっとぜひ皆さん組んでいただきたいのは、あの、 やっぱりレベルは高いですよ。やってることのレベルはむちゃくちゃ高いし、あのー、そういうところを無限にするほどひどくはないですよ。なので、あのー、小さな作品だと、商品だというふうに思っていけばいいんじゃないでしょうか。ただ、メリダに関しては、やはり一番おすすめなのは、この、えぇ、ー、ジ・アートブ・メリダと恐ろしの森、えー、ね、え特馬商店から出てるんです。これ見るとね、本当に面白そうな画だから、こちらがおすすめです <laughs>